中二の息子置いてきましたなコーナー今年最後の放送でございます。えー、私がワッキーカイヤマです。そして私が実母山田美代子でございます。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。一年ありがとうございました。ありがとうございます。仙台セリ鍋のバビスケは白く太い根っこ甘いよ。セリは体にとってもいい。 仙台セリラブやってますぜひ来てくださいわきわきわきの母ちゃんでしたまあ母ちゃんですけどね居酒屋わびつのおかみさんということで今年を振り返ったけど、ね、やっぱり忙しいね秋からねより特にね セリナベでしたけどもなんかニュースありましたよ本当にね毎日毎日満席予約で満席っていうお店ってねまずないのよだから魚屋さんがこう食材届けてくれるとこんなに忙しい店ないですよってねうんと褒めてもらってね感謝です夏場暇だったけどね夏はあのそうなのよ需要と供給が成り立ってんだ今のうちに稼がさせていただいてあの5月過ぎから 三い,寒しい、ね、五六七八なるので、四、うん、ヶ月分なんとか稼がせてください。<laughs> お願いしますお客様。ありがとうございます。で今年の営業は？今年の営業は、うん、明日まで。うん あ、十二月の二十八日まで。うんはい、あと一月五日から営業いたします。一、うん、月五日から営業ですね。うんはい、たっぷり休みを取りますが、ね、そうです。うん、今日はね、松飾りのお話。あ、なるほど。うん、よくほら、三十一日とか三十一夜飾り飾りはダメって言うじゃないですか。はい、はいはいはい。でね、ダメな日があるんですよ。二十九日飾ってダメっていうのはね、松飾りをに二十九日に飾ると二重、うん、の 苦しみ。ね、だからね、二十九日はダメね。三十一日は一度限りだからダメそういうことは、二十七、二十八、三十で、松飾り。してください。三日間というね、じゃ、今日からいいってことですね。だからね、皆さん、本当に。まあ、ね、松飾りしなくなったところもあるけどさ、ドアにちょこっとシールでもいいのよ。ね、あれ、なぜかっていうとね、服の神さんに、ここですよってね、目印をする。 だから、うんと立派な松飾りすると、一番いい神様がそこにいて、神様の順番あるから。<laughs> いや、でも、隣近所見てもらったらね、チャンスかもね。そうそう。ちょっと、あまりシールぐらいだったら、ちょっと大きいのすると、あ、ここから最初に行こうって思うので、その目印でございます。あれじゃないのあの、セリお取り寄せできるから、<うん S 2> セリ鍋ね。<うん S 2> セリでもいいんじゃない <うん S 2> ちょっと。セリ鍋。<セリ S 1> 神様セリ好きだとはあんまり思わない。松よ。 私今年1年はねほら NHK の「ファミリーフィストリー」って講座があったのお父さんとかいろんな人の祖先のルーツを探しましょうみたいな僕のね YouTube の方でもね探ったような VTR まだアーカイブ残ってますけどね。そしたらね今いろいろネットに入れるといろんなところでこうんていうの この人はこういうところに名前が残ってますとかって言ってね。ら自分でもね、そういう、あの、ある、あるらしいのよ。あるらしい。にアクセスする。ればあるらしいす教わったの。でもそこまでいちいちやってらんないからさ。やってよ。いや、やってられないから、調査をしてくれる人がいるの。あの、NHK のあの、あれ、ヒステリーみたいな感じに。はいはいその人が。ヒストリーね。ヒステリーだわ、すいま 私ちょっとヒステリーそれで花巻にいるの駐在員の人がこの間ね来てくれていろいろ打ち合わせをしてほらうちの父が宮沢賢治の隣に住んでたとかっていろんなエッセイ残してかそうなのよ調べたらねそしたらね宮沢賢治を研究してる人とかそのスタッフの中にいろんな人がいてそれで探してあげますっていう話がつきましたもちろん金はかかりますえこれって判明するのいつぐらいなんですか 一応ね、私は急がないからって言ったら、うん、ほら、取りかかってるの,のの合間合間になりますって言って、その人がなんと、あの、いろいろ,いろこう、その歴史を調べることあって、平積みにも来たことあるんだって。ああ、そう。それで私、えー、旧姓マゴメでしょはい,はいはいはい。そしたら、マゴメ家のルーツってすごいのよって言われたの。 それある程度調べたんだって。うん<え>。孫家も十何代まで遡って、はい、本当は山と、山、山本の方に、うん。孫城ってお城があったっていうのは、ほら、うん。あな、うちのおじさん,ん,ん、うん、おじさんたちが調べてる。ああ、えー、そう。だからまご家もすごいですよって。うん。あの、その、私のお父さんよりも、まご家の方を私は調べたい。えでもそっちはいいからって言ったの。<laughs> あのさラジオ聞いてる人馬込だったり甲山だったり山田だったりいろいろ面倒くせえなと思いなつつねいろいろとも楽しみが増えたじゃないですかヒストリー的に系図を発表したいと思いますわかりましたということで年末なんか俺締める話かなと思ったら来年に向けてまた生き生きしてますねじゃあそれでは良いお年をお迎えくださいまた来年もよろしくお願い皆さんよろしくお願いします